感動、日本。フィギュアスケート男子の羽生結弦22歳、アナは26日、千葉、幕張イベントホールで行われたアイスショー、ファンタジーオンアイスに出演し、新シーズンのショートプログラムで、ニキブリー、ショパンのバラード第1番、を滑ると発表した、同公演で初披露し、ピアノの旋律に乗って、情感たっぷりに滑った。ジャンプは冒頭に4回転ループ、後半に3回転半ジャンプ、4回転プラス3回転の連続トーループという構成で、4回転ループは2回転になる失敗があった。同曲は14、15年、15、16年の2シーズン使用し、15年の NHK 杯と GT ファイナルで、世界歴代最高得点を出した。愛着のある曲、アナの柴田典子監督は、五輪シーズンは、4年間で一番いい作品をやるべき、と説明した、自信のある勝負曲で、五輪2連覇に挑む。
ご視聴誠にありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。動画へのコメントやご評価もいただけると幸いです。なお、四角い画像をクリックすると、引き続きおすすめの動画をご覧いただけます。それでは、どうぞごゆっくりお楽しみください。